んなもうちょっと頑張れるし、もっと走れるし、もっと味方のためにコーチングもできるし、ちょっとごめんね、誰か分かんなかったけど、こっちでキーパーがコーチングした時に、いや黙れよって、分かんない、言い方もきつかったかもしれない、ただキーパーを後ろから見て必要なことを言ってる、それに対してやっぱ黙れとかって言葉があると一気に下がっちゃうね。ごめん、その子を責めたりしないでね、あと誰が言ったか分かんないから。でもやっぱりみんながそれ、キーパーも言い方がもし先輩後輩、後輩だから強く言う、俺はそれも違うと思う。 OK、 みんながやっぱりここチームメイトだったら対等、先輩後輩関係ない、1年生分かんない、準備はしなきゃいけない、でもピッチに出たら4年生にファスしなきゃいけない、それないよね。そこはとにかくみんなはもう勝つための集団になってほしい。多分川村さんはそれを求めるし、多分みんなは分かんない、いろんな思い持ってやってるけど、俺はみんなはとにかくプロになりたい人、まあ大学サッカーまででいいかなって人、いろんな人いると思うけど、ここのピッチに出た時は全員がその次の試合に勝つんだっていう気持ちでやってほしい。そうしたらキーパーももっとレベルアップする。今日多分ね、ちょっと違うことを教えたから声がちょっと変わるかもしれないし、もしかしたらみんなから物足りないかもしれないけど、でも彼らも努力する、でもフィールドプレイヤーも努力したら絶対このチームは強くなる可能性はあると思う、可能性は。でもそれをどうするかは川村監督はじめもうみんな次第だから。